バトミは国会に望むジョージア国の最大の港湾都市である。また、アジャリア自治共和国の首都とされている。人口は約20万人。バトミは国会の沿岸に位置している。そのため、古来より物流の拠点されていた。現在ではジョージア国の最大港湾都市として発展し、重要な商工業都市でもある。そのため、超高層建築なども、 近年立ち並んでいる。バトゥミ海岸海を海岸湿った空気が山脈にぶつかり、降水量が非常に多い。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属す。トルコ共和国国会地方のアルトビン県やホパが南部に隣接しているため関係が深い。また、国会に面した港を通じて、ウクライナや陸路を通じてアゼルバイジャンなどと通じている。 バトミのスカイライン農業は熱帯気候でもあるため、レモンやオレンジ、茶の生産が盛んである。工業港湾都市としても発展しているため、造船、食品加工、軽工業などの拠点が多く置かれている。第三次産業、観光業また、カジノなども多くあり、国会のラスベガスと称される。物流港湾に多くの物流施設が拠点を構えている。 バトゥミ中央駅バトゥミ港空港、国鉄国際列車港湾、ネプチューン広場保養地としても有名であり、バトゥミビーチなど多くの観光客が訪れる。グルジア正教やカトリック、イスラム、ユダヤ教、アルメニア教会など多くの宗教が混在する街であり、それぞれの宗教の寺院、教会が見られる。トルコとの国境から約2 0トルのところに位置することもあり。 関係が深い。サッカー。ありがとうございます。